大変お待たせしましたね、隙間なんか長い線がこのたまたまがついてる輪っかですけど、長いのが4本あって、それはくるくる回ってたんですけど、短いのが5本あって、全部で9本あるんですけど、その短い5本側がギッギッって固まってたんですね。ですんで、ここの中の輪っかの溶接されてるところ、これ多分スポット溶接されてたと思うんですけども、そこ取ってですね、バリバリと取りまして、で板はそのまま使えるようにきれいに取って、新しくちょっとちっちゃめの輪っかにして溶接し直したっていうことですね。ちっちゃすぎてもあかんので、ちょっとずつずらしながらいいとこ探して、やったんで、短い方でも、僕あれうまくことできないんですけど、どうするんですかね、ジューってやりたいって言ってはったやつできると思います。お待ちします。お待たせしました。